2023-2024ニューモデル商品情報コーナー、はい、ということでですね、今回紹介していただくのは、はい、こちらダルベロです。ダルベロ、イタリアのブランドですね。はい、はい、じゃあこちらのダルベロブーツを詳しく白井さんの方から説明してもらいたいと思います。まずはワールドカップモデルですね。はい、はい、ワールドカップモデル、イタリアですワールドカップ。はい、はい、こちらですね。はい、まあラストは結構狭い、92mm、かなり狭いですね。はい、はい、その中でも結構ね、あの 92mm、 結構他のメーカーでもありますけど、はい、その中でも本当に結構狭い方のブーツだと思います。お、はい、例えばどこら辺が感触的には狭いですか？この辺結構ね、この辺もタイト、指先もタイトに作ってますね。はい、割と指もなんか短めな感じがありますね。あ、なるほど、はい、そのタイトさを出すことで結構動きがダイレクトなイメージですね。そうですね、なんで足の細い方なんかは結構おすすめしてますね、このブーツ。あと硬さですね。はい、こちら硬さの表記がですね、はい、こちらもありません。あ、本当だ、どこにもない。どこにもない。はい、どうしたらいいんですか？はい、感覚ですか？刻印があります。刻印、はい、ここですね、スキルブーツ刻印が、はい、これ SS になってますね。 SS で一応110、はい、はい、S、 お、 S、 あ、本当だ、刻印をちゃんと見たら分かりますね。はい、これ130。あとですね、ちょうど店には入ってないんですけど、はい、M、M、H、H と、あります。ほう。はい。その SS の下はないんですか？XS ってのありますね。あ、XS。はい、90。はい。はい。こちらもちょっと店に今入ってますので、お見せできません。はい。はい。なるほど。フレックスはとりあえずこのワールドカップシリーズに関しては、内かかとのところに刻印が入ってますので、そちらの硬さをですね、チェックしていただければいいかなと思います。はい。はい、多分ですね、非常によく似てるんですけど、はい、この DRS シリーズとあります。 DRS シリーズ、はい、こちらに関してはワールドカップではないです。もう見た目一緒ですね。はい、見た目一緒ですね。一緒です。こちらにちゃんとね、数字が書いてあります。はい、DRS130、ね、はい、こちらの方はですね、ラストが 97mm。 あ、ラスト幅が90、あ、内側のかかとにちゃんとラスト97って刻印入ってます、はい、刻印とかプリントがね。はい、なるほど。こちらは少しワイドめな設計になりますね。はい、ただ、はい、97mm の中でもやっぱ細い方に入ると思います。細い方、はい、と言いますと、他のメーカーの他メーカーの97、98比較するとまあ細い方ですね。はい、あ、この外寸がですか？はい、外寸はですね、はい、ちょっと見てもらったら分かるんですかね。外寸がですね、ワールドカップと全く一緒になってます。お、と言いますと、はい、シェルの厚みで中のボリュームを分けてますので、はい、見た目には一緒ですね。なるほど、広い感じでも外寸が細いってことはこの横の動きとかそういったところで、そうですね、敏感になりますね。はい、それも名前があったりするんですか？名前がありますね。確かカタログを読んだ感じだとダブルラストコンセプトという名前でついてましたね。はい、であとですね、はい、こちらですね、インナー見てもらうと分かるんですけど、はい、ワールドカップモデルとの違いですね。お、はいはい、色は分けてあります、ちゃんと。あ、こっち側のオレンジの D マークが、 D マークが、ワールドカップモデル、はい、黒の D マークは、はい、130とかに入っているモデルですね。なるほど、はい、うーん、タングの色も違いますね。タングの色も違いますね、はい、本当ですね。こうやって見てもらうとタングがレーシー系のモデルはグリーンで、はい、でまあ、こちらのエキスパートだとブラックですね。はい、結構ね、これこっちは優しいタングを使ってますね。うーん、なるほど、はい、こちらのダルベロってまあ、こういうレーシング系なイメージありますけど、 DRS シリーズは何か特徴的な機能まだ他にもありますか？はい、DRS シリーズに関しては一応マイフィット対応になってますね。あ、マイフィット、はい、マイフィット、ここに書いてありますよね、マイフィット、はい、私のフィット、はい、こちらの、マイフィットに関しては熱成形可能な種類になります。あ、熱成形できるんですか？できます。ほう、硬いのにいけるんですね。はい、熱成形できる。これもオーブンに入れまして温めた状態で足入れをしていただくと広がるような機能を持ってます。それはまた嬉しいですね。はい、そうですね、はい、あとダルベロ結構ね、やっぱりしっかりしたベルトついてますよね、はい、これ、はい、本当ですね、パワーベルト自体、パワーベルト自体はすごくしっかりしてる、はい、これは110にもこんなベルトがついてますね。あ、結構他のメーカーの110ぐらいのフレックスってベルクロのタイプが多いですよね。細かったりしますよね、結構細いのがついたりしますけど、はい、ダルベロは結構しっかりしたベルクロがついてます。へー、はい、110よりちょっと今年変わりましたね。はい、フックで、本当だ、フックになってる、はい、装着がちょっとしやすくなってますね、はい、全部外さなくてもっていうことで、はい、ほう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 、まあ、DRS はこんな感じですかね。はい、はい、で続きまして、ちょっと幅広いブーツに行きます。はい、オールラウンド系のカテゴリーですね。はい、ちょっと名前が美味しそうですけど、ベローチェ、
あ、美味しそうですね。ドルチェみたいな。はい、ベローチェってブーツです。ベローチェ。はい。これは比較的に幅が広くて、はい、楽なブーツですね。見た目もすごくちょっとワイドな感じになりますね。はい。一応設計は100ミリ。100ミリ設計がベースですね。はい。あと、こちらもちろんマイフィット。はい。はい。マイフィットがついて搭載してます。熱成形可能ですね。はい、はい、でマイフィットの下にねコンツァー5ってあるんですね。はい、シェルの方にも書いてますね、はい、コンツァー5、はいはい、これ何かと言いますと、はい、さらにですねこういうとボコボコ見えますかね。あ、ちょっと見えますよ、はい、リンプルのようなボコボコ、はいはい、こちらが何箇所かありますね。5箇所あります。はい、はい、これデザインですか。いや違います。これがですねまあ、あのボコボコにすることによって、はい、熱成形しやすくしております。あ、熱成形しやすくなってるんですね。はい、ほんほんほん。まあ、広がりやすいですね、こういう方がね、はい、薄いところとあの厚いところがありますんで広がりやすくなります。はい、なるほど、はい、こういうの設計になってますね。へ、あとまあヨーロッパ結構ですねリサイクル、はい、はい、こうあの今、うんうんうん、スキー板とかでもよく聞きますよ ね、リサイクルの材質を使ってますよ。基本的に、リサイクルの材質を使ってます。はい、100% 再利用可能。100% 再利用可能、はい、インナーももちろんその材質を使っております。エコですね。エコです。エコブーツベローチェ。はい、何笑いなんでしょう。あと、タングルですね。はい、はい、ちょっと変わった形状しますね。はい、はい、これ内側見てもらおう。内側をちょっと変わった形状します。ボコボコとなってますね、はい、いや結構優しい肌触りのタングで、はい、オートフィット採用しております。ほう、オートフィット、まあ、自動的にあのスネの形に形状になってくるような感じですね。厚み等とかそういったものが合いやすくなってますね。はい、あとはダルベロといったらね、あのマーカーとかフォルクルとグループ会社なので ね、グリップウォーク、はい、先ほどのブーツ忘れてましたね、説明が。はい、はい、こちら、もちろんグリップウォーク、はい、グリップウォークソール、最近の主流ソールですね、はい、ってますね。はい、であとですね、はい、ちょっと変わってるんですけど、はい、ダルベロは実はレーシングブーツに、はい、逆にですねグリップウォークソールをつけることができるんです。そんな、だって穴も何も開いてないじゃないですか。はい、別売になるんですけど、はい、そのパーツが売っております。あ、別売でグリップウォークソールになるものが売ってるんですね。その代わりちょっと加工が必要になります。はい、はい、つけたあのここにもうつけちゃいますので、はい、コパをカットする必要があります。はい、上げた分だけコパカットがいるのでそちらはじゃあご自宅ではできないですね。できないですね、はい、あの注文していただいて、当店で受けたまわってですね加工させていただきます。はい、それはあれですね、ダルベロ独自ですね。独自ですね、他のメーカーにはないですね。はい、他のメーカーだとこういうアルペン系のものに関してはボトムアッププレートをつけて上げた分は削ったりはしますけど、なかなかグリップオークソールっていうのはないですね。はい、こちらフリースタイルモデルですね。はい、こちらがイルモロプロですね。はい、イルモロプロ。はい、そしてこちらが、ジャック、ジャック、はい、はい、あります。はい、入れ物に関しては、3ピース構造を採用しております。あ、3ピース構造、はい、ロアシェルとアッパーがですね、背面のシェルとタングに分かれてます。はい、フリースタイル系はじゃあ主にそういった形状が多そうですね。そうですね、やっぱり前のフレックスっていうのを考えてますので、はい、比較的ですねそのフレックスが出やすい、はい、これ蛇腹構造のタングをつけてるような感じですね。蛇腹構造、はい、あとワイヤーですね。はい、はい、ワイヤーのバックになってます。あとはあれですね、インナーブーツもよくよく見ると、はい、よく見ると巻きインナーですね。はい、巻きインナー、はい、あのぐるぐるしてるだけですか。いえいえ、ちゃんとラッピング考えてやってますんで、まあ、こね、タングが別にこういう風についてるので、はい、タングをダブルにせずにこういう巻きのものを採用してます。うんうん、でスネの形状なんかも成形できるようになってます。はい、熱成形で形もきっちりと、はいはい、あとまあ巻きには結構軽いですね、やっぱりね。はあ、そうなんですね。プラスチックとかつけてないんで結構軽いです。あ、なるほど、はい、この生地と中にますね、スポンジだけだから、はい、こちらもグリップウォークなってますね。はい、あ、すごい、はい、こっちはアルペンソーですね、普通の。なるほど、はい、でこちらが、ジャックですね。はい、ジャックはフリースタイル入門ですね。入門編、はい、入門編です。ちょっと簡単にできてる感じもありますね。まあ、そうですね、ちょっとあの幅もちょっとワイドですね。お、ワイド目で、ワイド目、まあ、特徴としましてあと、この振動吸収材ですかね。はい、結構柔らかいんですね、これ。これが中に入ってますよって。はい、はい、着地の時の振動、着地の振動吸収。へー、はい、あとこちらも3ピース構造。はい、あとちょっと変わってるのはこのバックルですね。はい、はい、この付け位置が選択できるようになってます、うん、そうすることによって何が起こるんでしょうか。まあ、この締まり加減ですね。はい、例えばこちらしっかりこの甲の方が締まってくるのか、はい、ちょっと前目が締まるのか、それによって変わってくると思いますね。うんうんうん、はい、考えられてますね。そうですね、いろいろ考えられてますでちょっとバックルも反対から締める感じですね、これね。はい、はい、
こちらがイルモロシリーズのラインナップ、はい、うちで扱ってる分では、はい、これでラインナップ的には以上ですか。いや、あとまあ他にもいろいろあるんですけど、はい、当店に今出して扱ってるブーツに関しては今このぐらいですね。なるほど、はい、じゃあ皆さんもぜひこの時期にダルベロブーツお試しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。